どうも、青です。2023年3月21日は最強開運日でしたね。宝くじに挑戦した皆さんの結果はいかがだったでしょうか。この動画ではチャット GPT に予想してもらったミニロトを最強開運日に買って当たるのか検証していきたいと思います。最強開運日に向けてどんな予想をしたか気になる方はこちらの過去にアップした動画をご覧ください。さあでは検証やっていきましょう。今回はこちら、ロジャース浦和大黒天宝くじでミニロトを買いたいと思います。新大宮バイパス沿いにあるロジャースのすぐ近くにある売り場ですね。ちなみにロジャースは埼玉県内を中心に展開するディスカウントスーパーで、埼玉県民の生活には欠かせないお店です。で、この売り場の高額当選情報はこんな感じで、今年の年末ジャンボで100万円が出たのみらしいです。最強開運日に買う店舗としてどうなのかというのは言わないでおきましょう。買ったのはミニロトを5通りなので投資額は1000円です。というわけでチャット GPT に予想してもらった数字でミニロトを購入いたしました。それでは抽選会を待って当たっているか確認していきましょう。はい、抽選結果が出たみたいですね。 AI 予想の結果はどうですかね。楽しみです。早速抽選番号確認していきたいと思います。さて、今回の第1224回の抽選結果はこちらでした。本数字が1、5、8、11、22で、ボーナス数字が14でした。では1個ずつ当たってるか確認していきます。まず1つ目、13、18、19、21、31ということで、ちょっと一つもヒットしていない感じですね。幸先が悪いですが。はい、二つ目いってみたいと思います。はい、こちらは11、13、16、21、25ということで、11のみが一致しているという感じですね。はい、次三つ目。6、7、19、21、28で、残念ながら一つも一致しているものがありませんでした。はい、じゃあ4つ目いってみましょう。4つ目は13、14、18、19、21ということで、ボーナス数字の14が一致という感じですね。これも一つだけでした。最後5つ目です。最後は6、10、11、13、21ということで、こちらも11のみが1でしたね。というわけで全ての結果確認できましたが、最高でも1つしか一致させることができませんでした。これはちょっと惨敗すぎますね。はい、チャット GPT にも予想した通りに買ったけど1つしか一致してなかったぞみたいな感じで伝えてみました。はい、まあそりゃそうかっていう感じの内容ですね。まあチャット GPT のせいにしたところでっていう感じですか。引き続き自己責任でチャット GPT の言いなりになって宝くじ当選を目指したいと思います。今回の動画は以上です。今年の一粒万倍日はご覧の通りですので、皆さんも金運の高まる日に宝くじに挑戦してみてはいかがでしょうか。引き続きチャット GPT に予想してもらったり、金運を高めて宝くじが当てられるか検証していきたいと思いますので、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また他にもこんな予想検証をしてほしいなどの要望がありましたら、ぜひコメントもしてくれると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。